金運を倍増していく運気をチェックしてアクティブに動くといい日です。運が覚醒する金運上昇チャンネルの坂見です。金運年間7万部突破券書店購入キャンペーンやっております。購入したレシートでご応募いただくと財運が上がるご符をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、15日の新月から約1週間の吉日ラッシュが始まりましたね。15日の新月の後は一つ飛んで17日に金運が巡ってくる流れを作る虎の日、18日は一粒万倍日、19日は金運、成功運、上昇運の辰の日、20日は巡ってくるお金を貯めて増やす身の日と金運の吉日が続々続きます。吉日ラッシュの日は毎日の運気を生かしながら金運を育てられる日になりますので、お金が入ってくる運を高めたり、出ていかない運を高めたり、お金に対するブロックを外したり、様々な運気を高めることもできますし、自分のあげたい運気に対して特化してあげることもできます。選べるのが嬉しいですし、予定に合わせてアクションをお休みにする日も決められるところも嬉しいですね。今回の吉日ラッシュでは18日の一粒万倍日と19日の辰の日が要注意と重なっていますので、この2日はお休みや金運アクションだけにして、現実的に新しいことをしたりお買い物をするなどの行動をするのは前後の日にするといい日になります。17日の虎の日は金運を倍増していく吉日ラッシュのスタートでもありますし、現実的に動いていくことがいい日になりますので、運気をチェックしてアクティブに動くといい日です。17日の虎の日の運気と機運の上げ方を今日はお伝えしますね。まずはじめに龍神様のつながり、場を極めるティン社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず虎の日は虎の黄色い縞模様が金運を呼ぶと言われていて、また虎は千里行ってもすぐに帰ってくると言われていることから、お金を使ってもすぐに帰ってくる日と言われているんです。虎が金運を象徴する動物であることに加えて、金運勝負運などのご利益を持つ七福神の毘沙門天様の眷属が虎ですので、虎の日は毘沙門天様からのご利益に授かれる吉日と言われています。虎の日に2万円使った方が翌日に3万円の臨時収入が入ってきたという方や、虎の日にお金を使ったら使った金額と同じ金額の仕事が入ってきたという方、虎の日の動画を見た後カバンから1万円出てきたという方など、お金を使ってもすぐに返ってくる虎の日らしい出来事が起きている方もたくさんいらっしゃいます。今回はどんな過ごし方をすると虎の力でお金が巡るのか、17日の運気から見ていくと、12直は取るで育む気持ちがいい運気を巡らせる日、そしてこの日に入る吉人は天から福がもたされる天福、嬉しい気持ちが月を呼ぶ天水などが入ります。神様など目に見えない力の応援が入る日です。虎の日ですから毘沙門天様の応援が入る日のようですね。そして前歴は金227、青い手白い風音6の日です。一手間かけることでチャンスをつかむ青い手が入りますので、手をかけることも運気アップにつながりますし、手に関することや癒しに関することもいい運気を呼ぶ日になります。またこの金ナンバーは260日の中で4日だけあるお財布にお金が入ってくると言われるナンバーになりますので、虎の日と重なってよりお金が巡りやすい運気になります。お金を使うアクションもいいですし、虎の日はアクションをする日なので、その日にいいことが起こるかどうかは別なんですが、前歴と重なり展開が早くなり、その日のうちに臨時収入が入るという人も出てくると思います。そんな17日の虎の日に自分の元へお金がやってくる流れを作るアクションは、一つ目、毘沙門天様の参拝です。虎の日は虎そのものも
金運がありますが、毘沙門天様からの金運もあるんです。毘沙門天様への参拝は、虎の日に金運を上げるアクションになります。そして、毘沙門天様は、金運、勝負運以外にも、多岐にわたるご利益があるのですが、ご利益の多さもさることながら、ご利益の強力さも、すごい神様なんです。毘沙門天様は、無尽蔵の財宝を持っていて、この人は世の中を良くしてくれる、いいお金の使い方をしてくれる、と思った人に、その富を流してくれるんですね。参拝に行った際は、名前や住所を名乗り、日頃の感謝を伝えた後、今後こんなことをして行こうと思っているという夢や目標、行動計画なども一緒に伝えると、この人はと思った方に無尽蔵の富を流してくださいます。その時に、こんなことができたらいいな、できるようになったらしたいと思っている、などの、そこまで実行すると決断しない状態だと、まだ本気ではないかもと保留にされてしまいますので、行動を起こそうと思っている夢や目標を伝える決意表明のような形でお伝えすることがおすすめです。お近くに神社やお寺がない場合もあると思いますので、参拝はリモート参拝でも大丈夫です。二つ目はお財布の掃除です。17日はお財布にお金が入ってくるという星が前歴に入っているんですが、そんなお財布がレシートでいっぱいだったり、しばらく整理しなかったりすると邪気が溜まっている運気ダウン財布になってしまうんです。そうすると金運やお金が巡ってこようとした時に邪気があると、邪気がブロックしてお金が寄りつかなくなってしまいます。お財布の中身を空っぽにして埃などを払い、レシートなど金運を落とすものは捨てたり別の場所に収納してお札の向きを整えておくことがおすすめです。お財布自体も拭き上げておくといいですね。3つ目はお買い物をするです。お金を使うことでお金が巡る虎の日ですので、お金を使うこともいい日になります。とは言っても無駄遣いは金運が下がってしまうので良くないですが、必要なものの購入にはいい日となります。17日に特におすすめなのは勉強や学びが大吉となる日です。スキルアップやキャリアアップ、あとは趣味に関するお買い物もいいですし、お掃除も大吉の日ですので、新しいお掃除グッズを買ってお家をお掃除するのもいいですね。お掃除グッズが虎の日の気を浴びてお金を呼び込む開運グッズとなり、さらにお掃除もお家の運気が良くなるのでいいことだらけなんです。他にもリラックスや癒しなどチャンスを巡らせる日になりますので、バスグッズやコスメなどもいい日になります。秋の夜長にゆっくりとお風呂に入って癒されながら美しくなるのもいいですね。他にも何か見るだけでうっとりしてやる気になるものなども購入にいい日です。お気に入りのペンなどもいいかもしれませんし、カップなど日常で目にするものも見るたびにいい気分になれるので、波動を高め続けてくれますのでおすすめです。四つ目はマッサージを受けるです。この日はエステなどでも大丈夫ですし、岩盤浴やサウナなどもいいです。リラックスしたり癒されることで前歴のチャンスをつかむ青い手のエネルギーが高まります。虎の日の金運が巡るチャンスをつかめるように、リラックスしたり癒されることをすることもいい日になります。お家のワンコやニャンコをもふることも癒しとなる場合は、気が済むまでもふもふするのもいいかもしれません。うちの子は撫でてほしいんですが、抱っこは苦手なので適度に撫でようと思います。お金が巡る虎の日に、お財布にお金が入ってくる前歴、金運が巡る吉椅子ですので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタカミーのオリジナル開運グッズができました。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。